いやどうも素晴らしいナイスジャンプでしたよろしくお願いいたしますお願いしますいやーすごいですね今日の試合ちょっと振り返ってもらいたいんですけれどもあの一回目ねえと四位につけてでやっぱ表彰台を狙ってたそれとも優勝を狙ってた感じですかあのさだと 表彰台かなっていう感じでしたね,、うん、ねどうですかこの若い人たちを相手にいまだにこのトップでこうやって優勝ができるっていうのは。いやめちゃくちゃ嬉しいですしこうして続けさせてもらえてることがもう自分にとっては幸せですね。ねでもだって今回の大会もあれでしょう 第一回の時、その時にえ少年組で優勝して、あ、はい、<で>そうなんですか。で、今回35回大会で優勝ですよ。<laughs> えー、全然知らなかったです。あそうですか。はい、な、あのさっきっと話聞いたらなんかそういうことだそうですよ。ね、これだけどうです。その、まあジャンプを始めた頃でね、中学高校、まあ特に高校からね、こう世界の舞台でジャンプを始めた時に、はい、この年まで やっててるっていうのは想像できてました想像はしてなかったですけどやっぱりあの頃っていうのは323歳ぐらいでみんな引退っていうそういう形ができてたのであ多分35とか40まではできないのかなっていう感じで見てたんですよね。でまあ、自分が 続けていくうちに全然できん,じゃん35でもあれ40でもできるじゃんって思ってたら41でソチオリンピックメダルを取ってでメダル取った後もそんなに燃え尽きるわけでもなくまだまだワールドカップで活躍したいそういう気持ちがずっとあったのであこれもうずっと続けていいんじゃないかっていうそういう気持ちになってましたね。えー そして今50代でしょ。あの普通のね、こう人間というか我々は50超えてくると、ちょっとこう一般に働いてる立場でももうそろそろ疲れてきちゃったなとか、体がガタきちゃったしみたいな風になるんです。加西さんどうする50代になってなんか心境の変化みたいなのはなかったんですか。ないですね。もう自分でもびっくりするぐらい。 まあ、20代30代の頃ととんか変わらない気はしますねもう今でも毎日走ってますし何なんですかね僕のこう気力っていう部分では年を重ねるごとにどん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 こう増してってるというかそんな感じははたから見てるとするんですけれども。そうかもしれないですね、うん、ただ やっぱり結婚が遅かったっていうことで子供たち娘息子がまだちっちゃいのでその娘息子が「父ちゃん頑張ってきて優勝したいね」っていう小さな声を聞くと頑張ららななななきゃゃないないじゃないですかその声が嬉しいですかね、えー、それとともに、まあ、前若い時は金メダル取りたい。 世界一になりたいそういう思いの方が強くてジャンプやってましたけどソチオリンピック後はなんかたくさんの人が応援してくれる空港行ったり駅に行ったりみんなこう「アレジェンド」って声をかけてくれて「いや頑張ってるね俺たちも頑張るぞ」っていうそういうことを言われるとこれ僕が元気与えているし言われることで僕は元気になる。 これすごいことだなと思ってそれからは金メダルよりもなんかその活躍した期待に応えたいそういう気持ちの方が強いかもしれないえ、ね、若干そういう部分ではこう心境の変化というか、ねあのー、昔はそれこそもう何が何でも金メダル、はい、あの悔しい思いをっていうのが多かったと思うんですが、うんはい、心境的には視野がまた こう広がって高くなって、はい、じゃあより多くの人のためにっていうふうにちょっとそれ変わったんですね。じゃあ変わりました。<ー>もうそれが楽しくてしょうがないですねへ。それやっぱりきっかけはやっぱりご家族っていうことでしょうか、ね。こ今お子さんがいくつですか。八歳と四歳。ああ、じゃあ下のお子さんももうあのお父さんジャンプしてるっていうのはうだんだん分かって,きてる。はい。分かっていると思います。ね。 きょうもじゃあこれから帰って優勝の報告ってことになのでっかいカップを持って、はい、多分すごく喜んでくれるんじゃないかなと思いますね。ね<ー>あの喜ぶ顔が見たくてまた活躍したい勝ちたいという気持ちになるんですよね,ねで今度はいよいよワールドカップですよ。はい ねあのー、先日そのワールドカップへのこう、まあ、挑戦権を得るためのインターコンチネンタルカップと、はい、いうね、まあ、s t ーカップも兼ねてやりましたけれどもそこで日本勢トップでいよいよこの挑戦権を得たっていうこれはご本人としてはもうそれ確実なこう目標として持ってらっしゃったのか、まあ、それともまあ,あわよくば的なことだったのかどうなんですか 今シーズンに関してはもう確実に狙ってきてましたね。昨シーズンは一応ワールドカップ札幌大会のメンバーに選ばれましたけど、まあ、調整不足でしたし、本当は出れないって言われてて、ええー、間違う選手がコロナにかかってってことで出場権を急に得て準備できないままこう出ちゃった。でやっぱり予選通らないよねみたいなそんな。 あわよよくばみたたいな感じだったんですよ今シーズンはもう12月のナイロ大会からもう気合入ってましたし自分のジャンプがどんどん良くなってるっていうのも感じてたのでこれはちょっとがっつり絞り込んで走り込んでそしてメンタルもき鍛えてでこの心技体がぐっと合えば、まあ、ナイロで成績を 出してそして札幌の大会につないでそれからコンチネンタルカップの出場権を得るでコンチネンタルカップの出場権を日本人トップで得てそして今日の試合を、まあ、優勝につないでそこからワールドカップっていう、まあ、長い道のりだったなっていう感じはしますね。 でも確実にそのプラン通りにこう来てるわけですね、じゃあね。そうですね。そこも本当、改めてすごいなと思うんです当然まあ当、ね、然、その結果っていう部分はすごいですけれど、そこに向けての過程、その絞り込みってお話ありましたけど、かなり今シーズンは走り込みも含めて、相当やっってらっしゃいますよね、はいまあ、夏場も走ってたんですけど、僕、アプリで。 登録しながら走ってて、で七月の時の、えー、累計が一ヶ月百キロってなってたんですよ。はい。で、おずい走り込んだなと思ってて、でナイロの十二月のナイロ試合終わって、でまあ年末年始はなんとかゆっくり過ごしたんですけど、でもやっぱりこれじゃダメだと一月一日から朝晩走り込みをして。 毎日ですでこの間1月31日最後に走って累計を見ると150キロだったんですねこれ走ったなと <laughs> これだいぶ自信つきましたねそうですよね、はい、150キロですよ1か月トータル あのー、僕もちょっと一昔前あのフルマラソンに向けて走り込んだことあるんですけ、はい、月150キロってすごい走り込みですよ <laughs> そうですね相当ですよね、それはやっぱりあのまたやっぱり世界の舞台にっていうそこに向けてのやっぱりこう自分を追い込めたっていうことですね。はい、<ー>普通 嫌にななるじゃないですか全然嫌にならなかったですしなんか日課のような感じでしたし、うん、食事制限もして自分の食べたいとんかつも我慢して <laughs> 自分の大好きな白いご飯も我慢して <laughs> でいや精神強いなと自分に感心してましたね。<へー> <laughs> 何なんでしょうねそのこう源というかうこうモチベーションというのはう自分でも本当分からないですけど多分、すべてのことが数多くのことだったり、まあ、新しいコーチのアドバイスとかトレーニングだとかいろんな方が応援してくれる会社のバックアップすべてがこう固まってそのエネルギーになってるんじゃないかなと思いますね。なるほどね でいよいよ札幌のワールドカップということになりますけれども、まあ、今あ、フル参戦しているのが小林陵侑、はい、えどうですかまた再び彼と選手としてワールドカップの舞台で、ね、勝負できるっていうのは。まあ勝負できるっていう感じはないですねもうだいぶ彼の方が強いのでもう今は世界でトップ3に入る。 余裕なのであの戦うっていうわけではないですけど、まあ、僕が少しずつ今調子を上げてきて、まあ、今ワールドカップに出てもトップ30に入れるか入れないかぐらいなんじゃないかなと自分で分析はしてるんですねなのでまだまだ余裕には届かないですけどここからまた自分の調子をもう1段階2段階上げれば上がれば。 領有の領域の近くまで行けるんじゃないかなっていうそういう自信もちらほら見えてきているので今はまだこう上がり気味上がってきている最中なので、えー、まずはその上がってきているところでしっかり集中して札幌ワールドカップ出場権を出場権ですか予選を通って出場権を得てで次は。 ワールドカップポイントを三十以内に残って取って、でワールドカップ遠征メンバーに選ばれて海外のワールドカップで一緒に回りたいというそういう目標ですね。あ、はあ、なるほどね。でもまあその道のり確実にここまでね来てるわけですから、このシーズンは特にそこ、うん、本当に期待していいでしょうか。はい、期待していいです。もう自分の中でもいい自信に。 つながってますし今日勝ったことでだいぶこれもあできるんだっていう自信につながったのでそこからつなげて札幌ワールドカップここでやっぱり成績出したいですね,ねえ、えー、出場するとまた世界記録更新ということになりますもんね。はい あのお客さん、きっとまたあのワールドカップの時には相当ね期待して大倉山にいらっしゃると思いますけれども最後にあのそういうファンの皆さんにワールドカップ出場できれば570というはえとギネス記録更新という形にはなるんですけど僕にとってはまだまだ通過点ですし。 僕は6月6日生まれで6という数字が好きなので600試合を達成したいという大きな目標がありますのでその目標に向かってまた頑張っていきますし僕が頑張ることでたくさんの方が元気になるのであれば僕も死に物狂いで努力して活躍したいというふうに思ってますのでぜひ応援してもらいたいと思います、はい。ありりがとううございますでやっぱりこう 続ける凄さですね。なんかね、お話聞いてますと、はい、当然かつね、あの凄さっていうのもあるんでしょうけど、笠井さんの場合本当に続けているこの凄さっていうのはきっとあの立場が違っても普通にお仕事されてる方でも続けるっていうことは頑張ればなんかできるじゃないですか。はい、多分そこにきっと皆さん、ああ頑張れっていうのは。 笠井さんにに送るエールになっていいいるんじゃないかなかううふうに思いますねそうですねなんか勝つこともすごいことですし人気も出ると思うんですけどこうやって続けてきたことで皆さんを元気にしてきたそういうなんかうれしさっていうのがう続けてきてよかったなっていう,もうこういう形で。 人を喜ばせることができるっていう。それに気づいたことが、まあ僕にとっても宝物ですね。ぜひ我々も追いかけ続けますんで。はい、ぜひ続けてください。頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございました。